来てる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 、落ち着いて落ち着いて落ち着いて、感じは、はい、サンドリーの元をしっかり、親父たちの源流です。このチャンネルは釣り好き親父のあなたに、釣りに行けなかった週末などに見ていただいて、僕らと一緒に源流長江に行った気分になってもらうためのチャンネルです。今回は長野県魚野川の源流部のイワナの楽園で1泊2日のテント泊をしてきました。エリーさんの背中から蒸気が、いやすごい、めっちゃ発熱してるでは今日のゴロ行きを一言、主を釣ります。うん、ネルいないとかも、あれそうかな、ん、何これ、いやビニールか、あーコウモリだやっぱり、うわいっぱいいる、いっぱいいる、たくさんいた、違う、そこ見えなかったですからね、魚は見えないですね。この景色がやばいですよね。景色がすごい。では参ります。あ、アスミス、アスミスっていうか何だろう、来た、でかい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 、向こうのあっちの方へ持ってきた、でかいやん、
まあまあサイズ。あ、でもいいよ。いや、いいね。いいよ、いいよ。100いく？泣き弱ぐらいじゃないですか。オレンジできるよね。バナナがないと、このやつ。確かに踏み跡ある。踏み跡ある。どっち行けばいいんだろうこれ。この草がブチって切れたらもう終わりです。よいしょ。いてえ。はあ。へい。顔出す大前提。出します。ルアー入れてみたら。そうね、ルアーを入れてみたい感じはある。はい。でかい。でかかった。尺あったんじゃないですか。ありましたね。めっちゃこれ銀紙捨ててんじゃん。ひでえな。
絶対いると思うけどな。いないはずがない。まあ、あのちょっと巻いてるところに溜まってんのかな。見えないな。あっ、あ、来た、来てるこれ、あ、来てる、来てるか、来てる、来てる、でかいぞ、来てる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 、でかい、落ち着いて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 、もうちょい巻いて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 、落ち着いて落ち着いて、えいえいえい、ノーボール、でかいでかい、これ尺あるかもよ、ノーボール、尺あるかもこれ、口がバカでかいもん、見てこれ、広いね、やったぜ、口がバカでかいよこれ。このオレンジの斑点がめちゃめちゃ綺麗ですよね。なんかここの特徴なんだろうね。釣れたね。もうさ、もう7時間も歩いてたよ。ローズとかもう。でもここは価値ある一匹でしょう。口をつきました。それでチキンです。さっき釣ったイワナちゃん、チキンと同じフライパンにぶち込むと、はい、タンドリーチキンの素です。タンドリーの素をしっかりつけて、木の棒で世界初タンドリイワナをいただきたいと思います。うん、うまい。タンドリ味もしっかりついてるし、お腹に入れてた。うん、タンドリーチキンと炊いたご飯で、うん、うまい。これはご飯が進むわ。ガーリックライスいただきます。熱いけどうまい。コンビーフカレー飯、天野フーズの畑のカレーは最高です。明日の目標は100錠イワナを釣ります。世界三大気持ち悪い瞬間、ぐちぐち靴下への足の踏み入れ、あー気持ち悪い、いやー冷たい、いやー冷たい、冷たい、いやー気持ち悪い、気持ち悪そう、非常に不快です。アッチャッス。行きやしょう。結構でかいんじゃない？いいサイズ。でかい。とるとるとる。ああ、いいとこ入った。
あこい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 来たお待ちください。めちゃくちゃ使ってたね、バックバックって。あ、結構いいサイズだ。でかいでかいでかい、でかいよ。ちょちょちょ、落ち着いて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 、俺は落ち着いている。俺落ち着け。イエーイ、はい、でかいよ。これ尺いったでしょ。でっかでっかでっか、やりました。いいのの言わな、でかい。これは尺だ、これは尺だ、これは尺だ。これはまたやりました。これはサムネです。サムネです、はい、ありがとうございます。どこで撮影会しますか。落ち着けるところ。おちびちゃんが、おちびちゃんばっかりだな。あ、でも結構強いぞこいつ。まあまあサイズがなんかネガティブな言い方になっちゃってますもんね。あそこにいるな、魚が。何匹か、何匹かいる、まだいる、まだいますよ、いっぱい。ミャーミャーフィッシュ。はい、フライは今回ここがラストのポイントです。釣れるもハッケ、釣れないもハッケ。おお、釣れた。ちっちゃい。じゃあフライはこれで終わりかな。生きて帰ったら焼肉食いますか。サイ&コウ、ちょうどなんか影になっていいっすね。ではチャキンラーメン、よいしょ。釣り忘れた尺イワナぐらいです。これはマイドナコ。さあ落ちた、さあ落ちた、危ねー。